第283回ホッケチャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。今回は観世音菩薩不問本の3回目であり結びとなります。本日に拝読する箇所の全体を通して通称観音行と言われる部分であります。本日の拝読箇所は下旬がメインとなりますが、最後にわずかに上号があって、これらを合わせ総称して観音行と言われております。それでは本文へと入ります。無人に菩薩の発言、世尊に対して。その時に無人に菩薩は下によって問うて言いました。世尊は素晴らしい僧を備えています。私は今再びこのことについて尋ねさせていただきます。その仏弟子にはいかなる因縁によって観世音と名付けるのですかと。優れている僧を備えている世尊は下によって無人尼の問いに答えました。お前は観音の行いを聞きなさい。巧みに主事の方便を用いて対応している。人々を救うという広大な誓いは深き海のようである。こうという長い時間を経ても思い計ることはできない。膨大な数の仏に仕え、煩悩や罪がない清らかな願いを起こした。私はお前のために略して説こう。その名を聞き、姿を見て、心に念じ、虚しく過ごすならば、すべての存在の苦しみを滅するのであろう。仮に害を及ぼそうと思うものがあって、大きな地獄の火の穴に突き落とそうとするとき、かの観音の力を念じるならば、地獄の火の穴は変じて池となる。あるいは大海に漂流して竜、魚、もろもろ鬼などの難があっても、かの観音の力を念じるならば波浪もその人を沈めることはできない。あるいは須弥山の峰にいて人に突き落とされても、かの観音の力を念じるならば太陽のように虚空にとどまる。あるいは悪人に追われて金剛線から落ちても、かの観音の力を念じるならば一本の毛をも失うことはない。あるいは恨みを持った賊に囲まれ、刀を持って害を加えられても、かの観音の力を念じるならば皆がすぐに慈悲の心を起こす。あるいは王に背いたことによる難の苦しみに遭い、刑に処せられて命が終わろうとするも、かの観音の力を念じるならば刀は細かく切り刻まれて折れる。あるいは足かせ、手かせ、鎖で束縛され捕らえられ、獄中に禁錮されたとしても、かの観音の力を念じるならば恨みや疑いが消えて覗かれる。呪いやもろもろの毒薬で身を害されようとした者も、かの観音の力を念じるならばその呪いはかえって呪った者に取りつく。あるいは悪しき羅刹、毒、竜、もろもろの鬼などに遭遇しても、かの観音の力を念じるならば
その時にあえて害されたりはしない。もし悪獣に囲まれて鋭い牙や爪に恐れても、かの観音の力を念じるならば、急いで果てしない方向にまで走り去る。トカゲ、ヘビ、サソリのドッケが煙や火のように燃えていても、かの観音の力を念じるならば、その声を聞いて自ら走り回って去る。空では雷が鳴り響き、稲妻が光り、雹を降らし、大雨が降り注いでも、かの観音の力を念じるならば、その瞬間に消えてなくなる。衆生が困難や災いを被り、計り知れないほどの苦しみに身を責められても、観音の優れた知恵の力は世間の苦しみから救うのである。超人的な能力を備え、広く知恵と方便を行い、十方の諸々の国土において、身を表さない国土はないのである。種々の諸々の悪しき行いをした者が赴く苦悩の世界としての地獄、餓鬼、畜生、また生老病死の苦しみのすべてを消滅させるのである。真実を見る眼、清らかな眼、広大なる知恵の眼、哀れみの眼、および慈しみの眼がある。常に願い、常に仰ぎ見る。清らかな光により、知恵の太陽は、もろもろの闇を破り、よく災難の風や火を消し、あまねく明らかに世間を照らすのである。哀れみからなる戒律は、雷が鳴り響くようで、慈しみの心の優れていることは大きな雲のようである。甘露の雨を降らして煩悩を消滅させる。訴訟があっても、先人で恐怖があっても、かの観音の力を念じるならば、多くの恨みはことごとく退散する。素晴らしい音、世を感じる音、清らかな音、海のささやきのような音、知恵の音を観世音菩薩は有しており、常に念ずるのである。少しも疑いを生じてはならない。観世音が清らかで尊く、苦悩と死と災難があっても、よく頼れるものとなったのである。あらゆる功徳を備え、慈しみの眼により、衆生を見て多くの功徳や利益が集まった海のような菩薩である。そのため、礼拝すべきである、と、と。その時に、慈悲菩薩はすぐにその座から立ち上がり、仏の前へ進んで言いました。世尊、もし衆生において、この観世音菩薩本に示されるあるがままの行為と、広く示し表される超人的な能力を聞いた者がいれば、知るべきでありましょう。この人の功徳は少なくはないことを、と。仏がこの不問本を説いたとき、集まっている八万四千の衆生は皆、等しいものが存在しないほどの真実の完全なる悟り、阿耨多羅三藐三菩提を求める心を起こしました。
以上、全3回にわたって観世音菩薩不問本を取り上げてまいりました。以下少しくその内容を整理しておきます。観世音菩薩が現一切色心三昧により、シャバ世界において33の姿を現し、災難や煩悩に苦しむ衆生を救済することを説くのです。仏は観世音の名の由来を説き、諸々の苦悩を持つ衆生が観世音菩薩の名を聞いて一心にその名を唱えるならば、観世音菩薩はその音声に応じて、すべての苦悩を滅して安穏な世界が得られると言います。衆生を導くために衆生の身を表して説法し救済するのです。観世音菩薩は33の身をあまねく次元し、あらゆる災難の中にあっても恐れがなきように施しをし、安穏とするためにシャバ世界ではセムイシャと言われます。次回第285回の予告でございますが、妙法蓮華経多羅尼品第26の1回目として本日の続きを拝読いたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。